皆さんこんにちは。1月31日日曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。また再放送はご覧の時間帯に放送しています。それではまずはコロナに関するお知らせです。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出しました。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。区民の皆様におかれましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めていただきますよう重ねてお願い申し上げます。以上お知らせでした。それでは本日の番組スタートです。区民の皆さんの健康増進を図るため、日頃からできる体操やストレッチなどをご紹介している原口先生の生き生き池袋接骨院。本日は新型コロナウイルスによる働き方、暮らしの変化により増える体の不調について先生にお伺いします。題して今日のテーマはコロナ痛です。それではゲストのご紹介です。帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科准教授、帝京池袋接骨院原口力也院長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、では、本日のテーマはコロナ痛ということですが、昨年4月の政府からの緊急事態宣言を受けて、一般企業で急速に進むテレワーク、外出自粛によって人々がどんな不調を抱えているかを調査しました。そんな中、20代から50代のテレワークをしている男女1000人を対象に、テレワークとなった働き世代へ緊急アンケートを行った結果、およそ3割の人が肩こり、精神的なストレス、そして腰痛といった不調を訴えていたそうです。先生、この結果についてどう思われますか？はい、やはりこういう環境になってしまってですね、はい、やはり皆さん動かなくなってしまったと、その結果肩だ腰だ首だっていうのが出てきて、まあこれはしかるべき、症状なのかなという気はしますね。はい、そうですよね、本当に動かないですもんね。はい、こういったテレワークといった、自宅で仕事をするっていうのを、慣れない環境なんですけど、そういった部分も大きく影響を与えているんですかね。はい、もちろん通勤もなくなるわけですし、実際の職場ですよね、職場のデスクの状態はどう、椅子の状態はどう、非常に仕事がしやすい環境ですかっていうのは、これもまたハテナがつくところで、ご自宅でお仕事をするときもね、じゃあこうやって、椅子に座ってやるか床に座ってこうやってやってるか、さまざまだと思うんですけどもね、そういう環境が増えてくるからこそ、いろんな痛みっていうのが出てきてしまったのが、俗に言うコロナ痛というものになるわけですよね。そのコロナ痛っていうのは、実際どういった部分のに痛みが出てくるんですか？はい、やはり座ってることが多い、運動不足ということになるので、やっぱ背骨周り、や首、肩、背中、腰というところが多いですよね。腰ですよね、私も痛いですね、腰。そうなんです。だから一般的に座ってるから楽でしょうっていう、決してそうではないんですよ。やっぱ人間動いてなんぼですから、座ってるのも実は辛い。で、座っていることが長い時間ね、増えることによっての障害っていうのもまたありますのでね。では、それではこちらをご覧ください。コロナ痛ってなんだ？外出自粛。自粛ですけども、動かなくていいよということではないですよ、ということなので、与えられた環境の中で少しでも動くことによって、こういうコロナ痛というのは改善できるということなので、やはり背骨、姿勢ということを考えなきゃいけない。じゃあ皆さんどんな姿勢がね一番いいのかな、1から4までありますけどね。どれだ、1か4だと思うんですよ、ちょっと1と4の違いが、なんかちょっと違うのかな。そうですね、1番だとこう背骨がね、まっすぐになっちゃってますよね。で、正解は4番ということになるんですよね。まっすぐダメなんですね。そうなんです、背骨はまっすぐがいいよねっていう話なんですけども、横から見た時はね、こういう S 字状のカーブじゃなきゃいけない。じゃあ実際にそのカーブが強すぎる、腰の反りが強い人は3番ということになって、これもまた問題。なるほど。適切なカーブ、首のカーブ、背中、腰のカーブ、
ていうのが本来正しい S 字用ということになりますね。これ正解は4番ということですね。4番、はい、はい、まあ実際にまっすぐな背骨の人もいます、曲がりすぎの人もいます、はい、まあその姿勢どういうチェックをするか、皆さん壁にねピタッと背骨をつけていただいて立っていただいて、はい、こう少し手を入れた状態で、はい、腰がこうやってね入れた状態で、はい、すごく入れすぎちゃう、これも問題、はい、頭がつかなかったりっていうのも問題、お尻がつかないっていうのも問題だったりとかっていうのがありますので、一回壁についてちゃんとピターっと全部がつくかなっていうのをチェックしてもらってもいいと思いますよ、はい、ではその悪い姿勢と良い姿勢ってどんな違いがあるんですか、うん、はい、あの悪い姿勢がどう悪いのかっていうことですけども、はいはい、こう書いてありますけど、悪い姿勢ぐっとね、頭が前に出ます、うん、頭って結構重いので、はい、そうすると全部首にかかる負担っていうのが大きくなってきますし、肩が前に入ってしまうと要は胸がこう圧迫されるんですよ、うん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 、そうすると呼吸も浅くなってしまいますし、要は胸も下がるということ、女性の場合ではね、そうするとお尻もペタンって垂れちゃうし、うん、お腹もポコンとなるし、まあ、これが最悪ですよね、はい、見た目的にも良くないので、それは全部逆のこと、ピシッとしてあげれば胸も上がる、胸郭が広がる、呼吸がしやすくなる、はい、お尻が上がる、全部いいですよね。なるほど。今どうしてもこう皆さんね、もちろんマスクするじゃないですか、はいはい、マスクをしてるのでやはり呼吸ってちょっとしにくい部分があるんですよ、うん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 、そうすると大きい息が吸えない、胸が開けないので、はい、余計にこうシュンとしてしまう、っていうのでやはり背中、肩の凝りっていうのは非常に出やすくなってきてるっていうのが現状ですね、はい、この、 あの立ち姿勢以外にも座り方というのもいろいろなタイプがあるんですよね、ありますね。皆さんどう座ってますか。私今こうやって座ってますけど、はい、まあぐちゃっとこうやって座ってありますよね、はい、いますよね、たまに いますよね、はい、そうなんです。もちろん椅子の高さだったりとか、はい、まあ、背もたれはどうなの、肘掛けはどうなのっていうのがあります、うん、で一番ベストなのは一番左ということになりますよね。椅子にちゃんと深くお尻を入れて、はい、でまあ、多少ね背もたれにもたれてもいいんですけど、はい、きちっと向けるっていうのが一番ベストですね、うん、これをデスクワークだとこうなりがちですよね。なりがちですね。まあもちろん画面を見るときにね、じゃあ視力はどうなのっていう話ももちろんあるんですよ、はい、モニターの高さはどうの位置とかもあるんです、はい、まあ、そういうのを踏まえてやはり座り方っていうのは考えた方がいいでしょうね。まあ、座り方以外にも日常で悪い、うんうん、あの姿勢といったものもたくさんこういったのありますよね。ありますね、はい、皆さんどうですか、やってませんか。私いくつか当てはまりますよありますよね、はい、特になんか家でテレビ見てると、はい、まあ、そういったああいった寝てで横になって見てしまうってのありますね、はい、はい、いいですね。こうテレビショッピング見ながらこうやってやって最高ですね、はい、確かにこれを一回やったからどうのこうのってことではないんですけども、はい、こういうのが習慣づいてしまうとやはりいいことはないよねってことになりますので、はい、ぜひちょっと気をつけてもらいたいなと思いますね、はい、あと特にスマートフォン、うん、スマートフォン見てるとこのスマホ首ってありますよね、はいはい、うん、それはちょっと結構首に負担かかってるのかななんて思うんですけど、どうしてもスマートフォン見るとき下向くんですけども、はい、まあ、これはしょうがないかもしれないですけど、実際、うん、頭ってのは結構重くて5キロぐらいあるんですよ。おお、そんなにあるんですね。5キロです。この5キロの頭をちゃんと肩の上に乗っけとかなきゃいけない。これがだん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 落ちてくる、はい、そうすると本来であれば首は5キロの重さで済むのに、角度が変わることによって5倍の、うん、ストレスが首にかかる。なるほど。結構重いですよね。そうですね、首にかなりの負担がかかってるんですね。その結果や首こり、肩こり、うーん、時に頭痛ですよね、はい、こういうのも出てきてしまうので、はい、スマートフォンを見るときも極力ね、はい、こうではなくてこう前でこうやって持てるのが、うんうん、まあ、本来のかなという気がしますね、はい、気をつけなくてはいけないですね、はい、はい、そして日本人は普段から座りすぎというデータがあるんですよね、うん、はい、そうなんです。このデータはですね、実際コロナの前、はい、2012年のデータですけども、日本人結構座ってる時間が多いんですよ、はい、そもそも。じゃあ座ってると何が起こるかというと、要は循環が悪くなるんです。血液循環が悪くなるんです、うん、はい、足が動かないので、あ、まあ、それに伴う健康リスク、はい、ということで循環器系、肥満ももちろんそうですし、うんうんうん、高血圧だったりとか心筋梗塞だったりとか、こういうのが増えてくるよ、だから気をつけていきましょうということですよね。はい、はい、どんな
影響を及ぼすんですか？はい、もちろんこういろんな疾患というところでね、循環に伴う循環器系の障害ももちろんありますし、はい、あとは学力というところも結構影響するんですよね。学力、はい、要は座ってて動かない、要は血流量が減る、はい、要は体の中で一番血液を必要とするのは脳ですから、脳の血流量が落ちれば学力も低下、はい、記憶力が低下というのでこういう深い相関関係があるので、はい、まあ、座り方ということもね、やはり考えていかなきゃいけないなと思いますね。では今日は、こういったことを気をつけるためのストレッチを教えていただけるということで、うん、はいはい、ぜひちょっとやってみましょう、はい、お願いいたします、はい、皆さんどうしても動かなくなるので、はい、実際それを動きましょうって言っても難しいので、はい、簡単にね、寝ながらでもできるっていうのをね、はい、ちょっと基本にやっていきたいと思いますね、はい、はい、ではちょっとこうヨガマットの上でもね、こういうところでいいと思いますけども、はいはい、皆さんね、こう自宅にあると思います。まずこういうバスタオルがあると思う、ね、はい、これをこう丸めていただいて、はい、はい、これを、はい、ちょっと一回寝ましょう、はい、上向きで寝ます。上向きで、はい、この時にこれを、はい、腰のところに入れてみましょう。はい、腰に入れます、はい、それで寝ます。寝ます。はい、この状態でどうなってるかというと、はい、骨盤がこういうふうに起きてるんです。ぐっと起きてます、うん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 、ね、先ほど座ってる時に腰がぐーっと丸くなってるのがありましてね、はいはい、これだけでも腰がぐっと起きてくる。これ気持ちいいんですよ。寝てるだけでいいんですね。寝てるだけでいいです。本当ね、お風呂上がり 2,3 分でも結構です、はい、あ、伸びてる伸びてるって気持ちいい状況になりますよね。非常にいいと思います、はいはい、ちょっと撮ってみますよ、はいはい、今度はこれを背骨に縦に入れていきましょう、はい、はい、ちょっと寝てみましょう、はい、はい、そうです、はい、そうです、はい、で頭の後ろに手を組みましょう、はい、そうです。そうするとぐーっと胸が開いてくる。あ、そうですね、ね、胸郭が開いてきます。はい、これも寝てるだけでいいです。うーん、このタオルを入れることで高さが上がりますから、はい、肩甲骨を開きやすくなる。後ろにね、はい、手も後ろに行くということです。平らなところでもやってもいいんですけど、はい、どうしてもここで止まってしまうので、はい、もうちょい行きたい、ぐーっと開く。うーん、あ、伸びてるなという感じしますよね。伸びてますね、うん、すごく気持ちいいです。そう、これ非常にいいと運動ですね。はい、ちょっといただきます。はい、はい、いいですよ、寝ましょう。はい、はい、こういうのタオルでも使えますからね。はい、次、縦膝、はい、よくね、こうワイパー、はい、ワイパーの運動なんですけども、はい、重ねた縦膝、はい、これで、はい、横に倒す、はい、はい、反対、お、はい、反対で、ある程度のこうスピード感をつけながら、はい、ドン、はい、そうです。うん、はい、もう本当テレビ見ながらとかでね、全然結構です。そうですね、これならいつでもできちゃいますね。そうです、これ腰、背骨、はい、まあ、胸椎レベルのところまでこう回線ねじる運動になるので、はい、日頃なかなかできないですよね、はい、これ立ってやるのも実は大変なので、寝てやる方がいいと思います。で、今度はちょっと開いてもらって、はい、開いてもらって、今度はこうでもいいでしょう。はい、そう、そう。あ、これもなんかより伸びてるということが実感できます。はい、そう、もちろんね、こう安全にやるっていうことが大事なんで、はい、これでやっていただければね、痛みが増すとか、そういうことは非常に少ないのでね、はい、安全な運動になります。はい、はい、いいですね。はい、じゃあ次は今度は四つん這いになってみましょう。はい、はい、皆さんどうしても背骨が硬くなってきますので、はい、はい、背骨を、はい、背骨を、はい、こうです。ここから、はい、丸くなってみましょう。丸く、こう丸くなる、そう、はい、そこから、はい、今度は反ってみましょう。ぎゅーっ、そうです、いいですね。はい、丸くなる、はい、丸くなる、上から引っ張られる、で、はい、力を抜く、はい、はい、もう一回いく、いいです、いいです、いいです。猫みたいですね。そうです、キャプタンのドッグって言いますね。はい、グー、はい、もう一回。これをね、5回をセットに、まあ5回を1回として3セットぐらいやってもらえれば十分です。はい、抜く、はい、はい、OK です。はい、はい、じゃあ次いきます。次、はい、で、皆さん座ってるっていうことなので、はい、股関節がいつも曲がってるんですよ。はい、そうですよね。そうですね、曲がってますよね。座って股関節を伸ばすってことはほとんどないんです。はい、なので股関節を伸ばすということをやりたい、はい、じゃあそのためにどうするかというと、はい、このポジションでいきましょう。おお、ここを伸ばす、ここですね。そうです、
ここからそうこんな感じですか。そうです、いい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 です。ここの前を伸ばす。そうですね、すごい伸びてます、ね、これ気をつけなきゃいけないのが、はい、どうしても腰を反っちゃう方がいます。そうですね、はい、腰キュッと反らせてしまうと腰痛くなるので、はい、あくまでも腰ではなくて、はい、股関節の前を伸ばすんですよっていうようなイメージ。はい、いいです。伸びてます、すごく。グー、そう、はい、戻してグーでもいいでしょう。そう、いいですね、はい、これでね、もうちょっと効かせたいよっていう人はこうやって曲げてあげるとおきついんですけど、今度はこのもも前筋が来るんです。めちゃくちゃ伸びてますね。だそれこそこう台の上に置いていただいてやると、はい、来ますよね。あ、はい、来ますね。そうなんです、股関節の曲げる、これは腸腰筋というのと大腿四頭筋、はい、これ2種類の前の筋肉を伸ばすことができるというものですね、はい、いいですね、はい、じゃあ今度は、はい、お尻、お尻、お尻の深いところ、はい、このポジションでいきましょう。そうです、ちょっと前にかける感じですよね、はい、そっから、はい、前に行きます。そうです、そうです、ぐーっと前に倒していく。あ、いいですね。これどこに来てるっていうと、ここです。はい、横のお尻の筋肉のところです。来てますね、ぎゅーっと、ぐーっと。あ、でも伸びて気持ちいいです。あー、いたたたたたたたっていうようなイメージですね、うん、はい、伸びてる感ありますよね。伸びてる感あります、すごく。お、いいじゃないですか、いいじゃないですか。そう、うーん、あくまでも股関節の、はい、まあ、お尻の筋肉、うんうんうん、はい、この反対、はい、反対。そう、あぐらしてね、あぐらの状態で片足ちょっと前に出していただくような状態でいいんです。あ、これですね。お、来てる。お、結構柔らかいからできますね。あ、できました。あの、痛気持ちぐらいの感覚で十分ですからね。はい、はい、いいでしょう。はい、じゃあ一回座りましょう。はい、そう、はい、次首いきましょう。首、はい。そしても見ててもこういう状態が多いですよね。はい、だから上向いてと言ってもこういう風になってしまうんです、うんうんうん、上向きが、はい、本来この状態で上向くと、はい、こうですよね。うんうんうん、これができないので、はい、こういう時はちょっとタオルを使います、はい、普通のね、あの手ぬぐいみたいなので結構ですけども、はい、ちょっと私やってみましょうかね、はい、ここから、はい、首の後ろに行きます、はい、こうですか、ここから、はい、ちょっとこれを前に引きつつも上向く、はい、うん、上向く、うん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 、もう本当これをタオルを支点に首が頭が後ろに倒れるよ、はい、コロンといくようなイメージです、うん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 、ああ気持ちいいなぐらいです。さあちょっとやってみましょう。はい、ここからそうです、この状態で上を向く、そう、そうです、そうです、そう、タオルが支点になるよっていうようなね、はい、肩に力が入っちゃいそうになります。はい、力付け、そう、はい、前に、もうちょっと手を前、前、そう、こういうことですね、それで前にして、はい、上向く、あ、いいじゃないですか。あ、その感じ、その感じ、うん、あ、すごい首が伸びてますね。いいですよね。うーん、はい、いいじゃないですか。はい、はい、ありがとう。ではちょっといきましょう、次ね、はい、次胸と背中をちょっとやりたいんですけども、はい、皆さんエクササイズするときに、そのエクササイズするポジション、はい、座ってる立ってるっていろいろあるんですけども、今日は座ってやります。はい、座ってやります。いいですね。手を上げましょう。はい、じゃあ横向きにしますね。で、手のひらを外、外に向けて寄せてくる。あ、そう、後ろでこうくっつけるよぐらいのイメージ、はい、そうですね、はい、これはテンポよく1、はい、はい、2、うーん、はい、そう、この手のひらを外に向けるっていうのがポイントになります。すごい、肩甲骨がすごい寄ってます、寄ってますね、はい、はい、いい感じです。これで呼吸もしやすくなってきます。うーん、ぜひこれはね、皆さんやってみてください、はい、そうですね、ご自宅ですぐにできますので、そうそうそう、皆さんお願いします。そう、息がしやすくなるということはいいことですからね。はい、はい、はい、先生今日はありがとうございました、うん、はい、すごい。ではこれ皆さん最後にやって、はい、また明日も午前11時から豊島情報スクエア生放送で お送りいたします。皆さんさようなら、ありがとうございました。